日の出を見に行きます。まだね月が出てるんだけど、月は映るかな映んないかな。でもねもう明るくなり始めたので早く行かないと、今6時10 20分くらいかな。なのでね、50分日の出だから余裕ぶっこいしたらもうだいぶ明るくなってきたので、もう早くしないと日の出の瞬間が見れないので出発しましょう。向かいますがまだちょっと暗い感じで、でもなんか灯籠が来ているのと、みんな同じ多分目的だろうと思う人たちがそれなりにたくさんいます。一応ね緊急事態宣言前にどこのホテルも満杯だったので、キャンセルした人が多くて、うちのホテルも他の参加者のホテルも他に泊まってる人がほぼいないんだけど、でもやっぱり名所は名所ですね。そんな感じです。ちらちらと夜明けの声を聞きながら、こんな寒い日に手水舎で手をみそいでしまったもんなら、まあちょっと、もうだいぶ明るくなってきましたね。だいぶ明るくなってきましたね。おお、なんか神々しい。こっからはインカメじゃなくてアウトカメで撮りますね。アウトカメで撮った。ダラリラリン。ズームだってできるんだぞ。はい、ちょっとこのまま降りてくのがちょっと階段なので、階段撮りながら降りると体に悪そうなのでちょっと止めます。あ、持ってる間にこれ手袋したい。ただ持っててよいしょよいしょ、ありがとうございます。ただいまより日の出が見えるはずだったんですが、深い深い雲に覆われて、だいぶ太陽が上がってから日の出が見れると思われますということで、角度的にもうちょっと左に寄った方が日の出が見れるんでございますが、左の方はしとしとぴっちゃんしとぴっちゃんひとぴっちゃんでございますので、この中を左にほんのちょっとだけ移動することはできますが、どのくらいのちょっと人が映らないように、でもね、一番いいところはすごいカメラを持った人たちが陣取ってますね。ちょっと後ろから撮りますか。多分ここら辺なんでしょうね。ここら辺に人がいっぱいいるので、はーい、なんか神々しいですね。しばらくこのロングで撮りますので、波の音を聞きながら皆さん、
もうすぐ日の出だと思うんですが、この動画を見てる人全員の方が2021年日の出の勢いでいろいろと成功して出世してやること、思ってること願いが叶っていく、全て日の出の勢いでどんどん全てうまくいくということを祈願したいと思います。もう出てるらしいです。時間的にはもう出てるんですが、水平線が雲で覆われてるので見えてないらしいです。あ、でも、あ、綺麗になってきた。もうオレンジ色に空が輝き出してきました。なんか後ろに人が立っているので立ち上がれない雰囲気になってきました。このロングの動画ですが、このゆっくりと日の出が上がるところもなんかね、風情がありますよね。ちょうど今ね、
あのコロナで世界中が混乱している状態なんですが、それがもうすぐ日の出の勢いでいろいろなことが明るくなって、あの世の中が良くなっていきます。なんでリスキーでユースパラテトゥーサーティティケーテアラバスプロティティなんでケーテプラクスパサ、まあいろいろな思いがあるでしょうが、それがこの雲だと思ってください。プラカティティケーテプサ、でもどんなに雲が厚かろうとあなたたちの思いがあれば、必ず日は昇ってきます。プラカティケー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 、夜明けの来ない夜はないんです。プラカティケーティケーティケー、どんなに厚く雲が、かかっていても、なんかあの動画を撮ってる途中にショートメールを送ってくる人がいて、あの変な音が入ってしまいましたが、やっぱね、暗雲立ち込めてても必ず日は昇りますからね、信じてください。これは本当です。どんなに今あなたたちの人生に暗雲が立ち込めてても必ず日は昇ります。これはね、宇宙の真実なんです。どんなに暗雲がかかっていても必ず日は昇りますからね。デブスバカラテピトゥスプラティティケーテプラスバデブスセアテケーテケーテプラスバラティ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 、もうすぐあなたたちの暗雲がどんなに強かろうと日は昇ります。プラカティティケースパパテケーテプラスサプサテティケーティティプラス、それが宇宙の法則なので、あなたはその流れに身を任せるだけでいいんです。プラカティティケー、なかなか昇らない、なかなか昇らない、日の出が出ない、日の目が出ないと思っていないので、その流れに身を任せてください。ケースプラスバデュースピーティケーティプラスプロテティケーティティースアートプラテティタガサラ、
エマ君も綾に賢きカムイザナギの狼つくしのひぬかの立花のおどの払い腹にみそげ払い下舞う時になりませる払えるの狼たち我が音の罪とかけがれ我が音の罪とかけがれを払いため清めたまえと申すことのよしよハマツアミ、クミツアミ、ヤオロズオカミたちともに引っ越せめてと思う。トオカミエ見た目、払えたまえ、清めたまえ。トオカミエ見た目、払えたまえ、清めたもかけまくも、あやにかしこくいかむいざなぎのオカミ。つくしのひむかの立花なの、おどのはぎ、はらぎ、みそぎ、はらい、したまうときになりませる、払えどのオカミたち。もろもろのまがごと罪とか汚れを払えたまえ清めたまえと申すことのよしを天津神国津神八百万の神たちともに聞こせめてと申す十神へ見た目払えたまえ清めたまえ十神へ見た目払えたまえ清めたもかけまくもあやにかしこきかむいざなぎの狼つくしのひむかの立花のおどのあはぎはらにみそぎはらいしたまうときになりませるはらえどのおかみたちもろもろのまがごと罪とかけがれをはらえたまえ清めたまえと申すことのよしよ天津神国津神八百万の神たちともに聞こせめせと申す十神へ見た目はらえたまえ清めたまえ十神へ見た目はらえたまえ清めたもひふみよいむなやこともちろらねしきるゆいつわぬそうたわくめかうえにさりへてのますあせへほれけんいろはにほへとちりぬるをわかよたれそつねならんういの奥山けふこえてあさきうめいしひもせすひふみより回りてめくる村やことあうのすべしれ形先はいついねほんかたかむなかまみこしこみあがめあうあやせのうつりいつきのりあまうつしみちいやみそぎマダティスプルティティスプルティオザー
足がしびれた。よいしょ。やっていすきっとスパティティティアスカーティアディアやっていすきっとスカーティア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 スカーティの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う灯台の立つ先で暗い海を見ていた。なんだ日もある悲しみ、くじけそうな時もあなたがそこにいたから、生きてこらえた。朝日が水平線から光の矢を放ち、二人を包んでいくの瑠璃色の地球。泣き顔が微笑みに変わる瞬間の涙を、世界中の人たちそっと分けてあげて、争って傷つけあったり、人は弱いもの、だけど愛する力もきっとあるはず。ガラスの海の向こうには広がりゆく銀河。
地球という名の船の誰もが旅人と一つしかない私たちの星を守りたい朝日が水平線から光の輪を放ち二人を包んでゆくのグリーン色の地球Thank you.
かん始まり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 かん。今太陽がさんさんとお姿を現しになりましたね。えこうやってさ日の出とかあの御来光を拝むと太陽ってとても素晴らしいなって思うんだけど、普段普通に暮らしてるとみんなさ太陽の恵みとか忘れちゃってるよね。あの当たり前の反対の言葉が感謝だからさ、こういう太陽が毎朝昇ってくれることとかに感謝するとさ、人生がさすごくさ感謝することでいっぱいになってくるでしょ。で感謝することで人生がいっぱいになるとどんどん人生が上向いてくるんだ。
あれがダメだこれがダメだって愚痴ばっかり言ってると、そのマイナスの引き寄せが働いて、なんか不満ばっかりの人生が引き寄せられるけれども、こうやって当たり前だと思ってること、太陽が毎日昇るとか空気が吸えるとか、水道をひねったら飲める水が飲めるとか、そういうところを感謝して毎日、使えばいいっていう感じですね。なんかさ、ここにさいるのがさ、UFO マニアが、 UFO マニアの人がいたらさ、なんか UFO の母船がいるとかって言いそうな雲がいますね。はい、お笑い磯内神社の日の出でございましたでございました。皆さん楽しんでいただけませたでしょうか。磯内神社からの、日の出をお送りいたしました。皆さんどうだったでしょうか。なんかね、やっぱり日の出は日本人じゃなくても世界中の誰が見ても神々しく感じますよねっていう感じです。たかちぃねんなやっかさ、なんか血の輪があったので、血の輪そうです、ね。最後までご視聴いただけたら、いいねボタンとチャンネル登録、月に変わってよろしくね。